どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、ANA のねキャンペーンについてちょっと解説していきたいなと思うんですけども、今回、紹介するキャンペーンは ANA トラベラーズホテルに宿泊すると、最大 20% でマイルバックっていうキャンペーンがね今行われてるんですよね。まあ、今回ねこれについてね解説していきたいなと思います。まず、対象期間なんですけども、まず予約期間が12月の19日から、来年の1月の31日までというふうになっております。ですんで、まあ、今もうすでにね始まっておりまして、来年のね1月31日までに予約が必要っていう感じになります。宿泊期間なんですけども、12月の20日から、来年の3月31日っていう風になっておりますんで、今後ね、まあこれから、まあまだホテル等々が決まってないね、予定のある方はね、ぜひね、こちら狙ってみていただけたらなと思います。対象なんですけども、ANA ってすっごいツアーたくさんあるんですよね。今回対象なのは、この ANA トラベラーズホテルだけという風になってますんで、まあそれ以外の旅先とかね、そういうのも全部対象外。プラスして、海外のホテルもね、対象外ですので、まあこの点ね、本当に注意していただきたいなと思います。キャンペーン参加が、毎回必要ということで、まあこれね、複数回参加 OK ですよっていう風に公式サイトに書いてありますんで、いくつかのねホテルを、まあ利用する際は、毎回ねこのキャンペーン参加が必要っていうことですんで、1回だけね参加して何個もね予約取ってしまうと、これまたね対象外になっちゃいますんで、もしね複数回、利用する予定のある方は毎回ね、キャンペーン応募を、するようにしてくださいね。こちらのキャンペーンね、1500万マイル達成した時点で、まあ、終了っていう形になるそうなんで、もしね、これキャンペーン乗ってきたいっていう方はね、早めに、決断だけね、していただくことをお勧めします。で、この還元額なんですけども、まあ、最大 20% ということで、まあ簡単に言ってしまえば、まあ、1万円のホテルで、まあ、2000マイルが返ってくるっていうキャンペーンにはなるんですけども、明記されてないので大丈夫だと思うんですけども、楽天リーベイツって、まあ、先日私がね紹介した動画がありますよね。であちらで ANA トラベラーズホテルっていうのは、まあ、案件であるんですよね。で、今還元額が 4% っていう風になっておりますんで、楽天リーベイツで 4% のポイントバックで、ANA トラベラーズホテルの今回のキャンペーンで 20% マイルバックっていう風になりますよね。ですので、まあ、最大が 24% っていう感じになりますよね。まあ、これ合算していいかどうか分かんないですけども、 4% の楽天ポイントバックと 20% のマイルバックっていうキャンペーンになります。でさらにですね、今回このキャンペーンはですね、支払い方法は何でもいいですよっていう風になってるんですよね。ですので、まあ皆さんね、持っている、好きなクレジットカードでも、まあ、支払いができるということですんで、まあそこでね、基本的に、1% のね、還元額、まあクレジットカードね、まあいろいろありますけども、まあその1%も、まあそれに乗っかってくるっていう感じですので、合計でまあ 25%、まあこれも合算していいかわかんないですけども、まあ楽天ポイントバック 4% とクレジットカードの 1%、さらに 20% のマイルギャップ、マイルバックキャンペーンで、まあ合計 25% っていう感じになります。いやだからこれすごいですよね。うん。1万円の利用で、まあ、こんだけね、いろいろバック、まあ、25% 最大ね、まあ、戻ってくる、キャンペーンとなっておりますんで、ぜひね、これから、3月31日までホテルね、利用する予定の方はね、ぜひね、狙っていただきたいなと思います。ANA のね、このトラベラーズホテルのプランを見ていくとですね、プラスマイルプランっていう、プランがあるんですよね。で、まあこれをまあ選択するとなんかプラスでマイルもらえますみたいなやつなんですけども、これをね選択してしまうと、このプラスマイルが合算された状態で、まあ最大 20% っていう風になってしまいますんで、まあ今調べた感じだと、まあこちらは利用しない方がねいいのかなっていう感じですね。そこはねちょっと押さえておいていただきたいなっていう感じですね。いかがだったでしょうか。今回はね、ちょっと短い動画になってしまったんですけども、ANA のね、
トラベラーズホテル、キャンペーンね、紹介させていただきました。私みたいにね、マリオットボンボイとかの、まあ、マリオットボンボイとかね、まあ私の場合はマリオットボンボイですけども、まあヒルトンとかね、マリオットとか、まあいろいろステータスを持ってるね、方はね、またちょっとね、泊まりたいホテルっていうのはまあ限られたりとか、マリオットとかね、そういう場合は、まあ公式サイトからね、あの、ホテル予約しないと、ステータスがね、使えなかったりっていうのがありますんで、まあちょっとね、使いづらい部分はあるかもしれないんですけども、私がね、調べた感じだと、結構ね、1万円ぐらいのホテルから、まあ高いホテルね、結構幅広くありましたんで、もしね、3月31日までにね、旅行予定の方はね、ぜひね、狙ってみていただけたらなと思います。結構幅広い価格でね、出ていますし、まあ 20% マイル返ってくるっていうのはやっぱりすごいですよね。で、プラスして、まあ楽天リーベースとかね、まあクレジットカードのポイントとかも入れると、まあ最大 25% っていうふうにね、結構還元額としてはね、いい方だと思いますんで、ぜひね、これから、3月31日までね、ホテル利用する予定の方ね、積極的に狙っていただけたらなと思います。ANA がね、トラベラーズホテル 20% マイルバックキャンペーンね、今回ね始めておりますので紹介させていただきました。今回の動画ね、役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。